はい、それでは実況やっていきたいと思います。4章が終わりました。ディアブロを、攻略しましたので、第5章に移りたいと思います。はい、じゃあ OK ボタン。アニメーションかなんか出ると思うんですけど、どうぞ。ディアブロは滅んだ。一時の平和が訪れたかに見えた。だがディアブロの魂は今なお黒のソウルストーンに残っている。意志を破壊することはできない。そしてこのまま天界に残しておくことも、天使の目さえ届かない地に隠すしかない。私は何事もないことを祈った。よくやった、ホラドン。任務はこれまでだ。では、皆。逃げろ。アルサエル。そういう展開なんですね。天使の裏切りですか、兄弟の。ちょっと若干強引な感じしますけどね、ストーリーがね。私に囁いた心の歪んだ天使たちがウエストマーチに侵攻し、ウエストマーチ神を虐殺していると。その理由を突き止めなければならない。ウエストマーチって最初の方の町でしたっけ。死の使いを始末し、死者の魂に形なき世界での平安を与えるとしよう。
いまいちこの主人公のね影が薄いんですよね。よし、はい、じゃあ行きたいと思います。所持品が大体 OK ね。まだ使えない。じゃあとりあえず進んでいきたいと思います。キライロがあなたを呼んでいます。マルサイロに黒のソウルストーン。しかし人々が次々と倒れ、私が何とかしなければ。早くマルウェストマーチで落ち合おうとキラエルに伝えろ。行け。わかりました、必ず伝えます。すごいよね、これ人間でしょこの人、主人公。悪魔とか天使にね戦ってんだからね。おーおーおお、ああ敵になっちゃった。そういうパターンですか。若干防御力があるかな。矢印が出ましたね。じゃああっちの方向にぐるりと回っていけっていうパターンかな。ん？と思ったら何？こっち側じゃないんだ。よし、これがもうあれですよね、悪魔なのか天使なのかも分かんないですね、ぶっちゃけ。何にもない、ここの角にあるかな。マジでショック。何にもないじゃん。まあ、んだよ。それはひどくないですかね。じゃあ、矢印ホック行きましょうか。あ、出た。丸マーク出ましたね。レベル上がりそうですね、この間に。42。とりあえず、このゾンビと、この、犬が強化してほしいです。蛇たち、下水道を取って1階に来ると。待て、表に出てはダメだ。商人がいいんじゃん。なんかいいの、いい武器あるかな。この人と話すか。世界の終わりだ。至る所にリーパーがいて、みんな殺されちまった。他に生存者はいないのか。トリオ将軍がザカラムの聖堂で避難民たちを守っていたが、将軍助けんのか。全滅してしまっただろう。待って、あなたがバスティオントリデを救ってくれたウィッチドクターね。ウィッチドクター、お願い、私たちを助けて。まあ、そのために来た。ガサ、ザガラムの大聖堂を探せ。将軍探しに行くのかな。急いで、追いつかれるわ。あ、そんな。悪魔の血を持つ者に死を。悪魔の血だと。彼らは罪のない民だ。
7も足りない。よし、ここすごい立体的でいいマップですね。よくできてる。この洗濯物の感じとかね、中世ヨーロッパの趣がありますね。そろそろ勝負数ぐらい出てきていいと思うんですよね。これ大聖堂っぽいね。ここマナが必要だ。こっちがなんか何にもないのか。ああ、せっかくゾンビ盾に逃げられちゃった。まだ使えない。これかな。この子なんだ、このこのナイトみたいなのが、あの将軍ですかね、助けてほしいっていうか。ああ、ここにいたか。なぜマルサエルはこの町を破壊しようとしているのだ。彼が死を糧としているからだ。リーパーが人を殺すたびにマルサエルの力は増していく。そして彼は究極の悪がいなくなった今こそ英語の戦いを終わらせる絶好の機会だと考えているようだ。しかし英語の戦いは人間とは関係ないはずである。我々は天使と悪魔両方の子孫だ。マルサエルの目には悪魔の資質しか映っていないようだ。避難民が聖堂にいるんだ、ついてきてくれ。この黒い影が怪しすぎて。なんてことだ、こいつはひどい。何が起きているんだ。死の乙女だ。来た、彼女を止めろ。小ボス、中ボスかな。おお、ナイス、ゾンビ自撃かましたね。手を尽くしてネファレムを食い止める必要がある。魂の収集こそがマルサエルが勝利するための鍵であり、それを奴らに邪魔立てされるわけには。このような惨劇は終わらせなくてはならない。マルサエルはどこにいるのだ。ここウエストマーチにいないことだけは確かだ。黒のソウルストーンをどこかに持ち去った。奴が石を奪った理由を知る術はないのか。ないこともない。マルサエルがソウルストーンを奪った際に破片がこぼれ落ちた。あれを調べれば彼の計画を突き止められるかもしれん。ではそれはあなたに任せよう。その間に私はリーパーを始末する。429レベル40、変わらない。大聖堂を出て、なんかあったよ今。ちょっとすいません、この聖者の聖者のあれ、まあいいか、外に出るって意味か。あの死の乙女は聖堂で何をしようとしていたのだ。あの女は聖者を死者に変え、マルサエルの手先とするためのオーブを作っていたのだ。一つあれば一刻のうちに数百もの人々を変化させられるというオーブ。部下の報告によれば街中にまだ二つのオーブがあるという。魂の打つものことだ。それが二つもあるとなれば
マルサイル、そうはさせない。こいつをとっとと処分したいんだ。ウェストマー広場に行け。オーブが2つあるって言ったので、はい、進めていきたいと思います。ウォーメイス、レベルアップしました。42、イナゴ、イナゴルーンがアップ。イナゴ使ってんだっけ今。あ、ゾンビ自爆剣、なるほど。朽ち果てる、イナゴの攻撃で敵が死亡、その時点で眺められた付近の、なるほど。あと犬がさ、あれ自爆犬って出たよね。クールダウン中なのか。自爆犬、敵に突進して爆発でゾンビドッグを召喚する。我が呪いを受けよ。ちょっとこれやってみるけど、いいのかどうかわかんないのこれね。とえらい吹っ飛んだ。行ってみようかな。脳みそリーパー倒せ。急いでくれ、友人がやられてしまう。サブクエストですねこれ多分ね。これ友人を倒すのかな。作った農民の集団1/3、農民の集団を救えばいいのかな、おそらく。とりあえず言えることは、あのマップがちっちゃくて助かったわけだ。ひで、革命起こそうとしてんの、この騒乱に乗じて。それはそれはひどいですね。いくらなんでも。助けてくれてありがとう。だがこれで終わりではない。どうやってこんな我々のように、私は疲れ果て、助けてくれてありがとう。どうやってこんなものを手に入れたの。日記を手に入れたのかな。オーケー、じゃあ戻りましょうかね。ちょっと寄り道しちゃいましたから、
こいつやばいよ、吹っ飛ぶ。またあるじゃん、西コース。叫びの家。そろそろ従者の武器とかレベルアップできないか。できないか。これで終わり。これは随分あっけないね。小銭が手に入るマップって感じか。うん、お、収穫。宝箱。これは、レベルアップの予感。これいいね。よし。これレベル41。ああ、これの方がいいけど、ソケット装備。まあいっか。一回戻ってからね。チェックポイントないですかね、どっかに。これまた結構広いマップだこと。宝箱、お宝箱がこう街に落ちてるっていう。ずっと左か。排水の陣、総コースをリーパーと合わせ。なんかこの主人公が倉庫に来たらかえって敵がたくさん現れちゃった感じがする。この扉の向こうに市民が隠れているんだ。ここに閉じ込められてもう数日になる。ままではみんな彼らを避難所に連れて行くのだ。さあ行け。オッケよし。ちょっとね、持てなくなったんで、一回戻りたいと思います。戻ってし、また全部行かなきゃいけないのかな、あっちに。戻って。
売却。これは宝石職人をちょっと探したいです。宝石職人どれ？ああ、左側にいた。取り外し。じゃあこれをこっちに装備して、うっそー、こっちのがいいの？ショック。取り外し。じゃあこっちのがいいんじゃん。なんだよ、じゃあ売っちゃおう。よし。はい。一回ここで実況を中断したいと思います。ご視聴ありがとうございます。またお願いします。